こんにちは、紅先生。どうしたんです、こんなところで。ああ、なんでもないのよ。ちょっとね。なんか顔色が優れないみたいですけど。紅先生？うん、大丈夫よ。大丈夫。そうよね、アスマ。なあ、書くぜよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい、お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あーちょちょちょ、なんだいきなり。な、直撃とは情けないな、ヒダ。おい、カキザ、避ける暇があるなら俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らがさっきやったの、めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その額当て、お前たちは木の葉の死ぬのか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ。おいおい、聞いたかよカグズ、俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないか。カクズ、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろ。あまり相手を舐めすぎる。潰される。だからそれを俺に言うかよ、アスマ。ああ、鹿丸は俺のフォロー。出雲と小鉄はもう一人から目を離すな。はい。死よりも苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ。俺たちを舐めるなよ。Oh!
やってやる。何やってんの。カラさん。打ち取ったはずだ。だが、なんだこの感じは。アスマ、心配するな。かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえか、オタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった。なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。おうおう、まだやる気か。けどな、こちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みはてめえの痛み。生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言って。あいつの痛みはアスマのって。まさかさあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。やめろ。なんでアスマ。アスマ！どうだ、最高だろうが、死の痛みってのはよ。一丁上がりだぜ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎。この野郎が！あ、なんだ。お前も潰されてえのか？いいぜ。邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。上司、イノ。なんだ、造園か。ったく、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。教師、俺とお前で時間稼ぎだ。時間稼ぎね、もう無駄だと思うけど。あいつはもうダメだって。てめえ。いい目してんじゃねえか。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン、ここからは俺もやる。あ、なんだよ、お前も戦いたくてうずうずしてきたか。違う、お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて陣中力を狩りに行くぞ。へいへい、
じゃまサクッとやっちゃいますかね。来るぞ。戦闘開始。すまん、すまん、カトン。ったく無駄にあがくなって。こいつ何なの、あいつら僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限、お前たちとは違う。なんだと。もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようとお前らは神に捧げられる見栄だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ本当。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ひどんやめろ。なんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る、覚悟はしておけ。行くぞヒドン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくよ。ヒーター。ジョシ、それよりもアスマだ。うん。傷が急所に。これじゃ。イノ、どうだ。これじゃない。イノ、もういい。もう俺はここまでだ。それぐらいはお前たちも分かってるはずだ。アスマ。
最後にお前たちに言っておきたいことがある。東先生、喋っちゃダメだよ。長子、それにイノマ石かまる。東先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長寿も鹿丸も不器用だからな。こいつらのこと頼む。はい。それから桜には負けんなよ。忍術も恋もな。はい。長次、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。うん。それと少しダイエットしないとね。無理かもしれないけど頑張ってみる。そして鹿丸、お前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスも火影にもなれる器だ。まあ面倒くさがり屋のお前は嫌がるだろうな。そういや玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。しかも、正直、いいの。ありがとう。まだ教えてもらいたいことがあったってのに。最後まで勝手なんだよ。最後まで。
とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少しだってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにするとは。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後、俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら行ってくれ。了解。それじゃ始めますか。今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。わっ。どう、カカシ先生。正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。ああ、完成はもうすぐってところだろう。おっしゃ。まったく大したやつだよ。カカシさん。出雲？連絡があります。どうした？サルトビアスマさんが亡くなりました。アスマ先生が？詳細は五代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんで、どうしてアスマ先生が。カカシ先輩。ああ、とにかく五代目の元に急ごう。
まる。ナルトか。あのさ、悪い、俺ちょっと用事があってな。話はま…用事？カカシ先輩。ああ、ああ、ようやく解放がよ。たく、ニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の逃げを逃がしちまったじゃねえか。なあ、カグゼ。なんとかいいよ。付き合いきれん。さっさと木の葉に向かうぞ。おいおい、大体そんなに逃げが欲しいのであれば、この葉で好きなだけ狩れば済むこと。おお、そういやそうだな。あの無神論者どもに邪神教を知らしめてやるぜ。熱心なことだ。準備できた？行くよ、しかまる。ああ、待て、どこへ行く気だ？まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん。アスマは死んだ。今のお前らは三人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か？お前らしくもない。犬死にしたいのか？俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんて毛頭ないっす。ただ。ただなんだ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。
成長しろ。忍びには死がついて回る。時には受け入れがたい死もある。しかしそれを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは3人だ。正体は4人いればいいんですよね。カカシ。第10班には俺が隊長として同行します。それでどうですかね。お前止めたところでこいつは行っちゃいますよ。だったら俺がついていけば監視役にもなりますし。しかし。なに、無茶はさせませんから。気にしろ。どうも。ナルトの方はいいんすか。なーに、俺はもうあいつにとっちゃ用済みだ。ま、それに今は別の隊長もついてるしな。さて、それじゃ第10班出発しますか。感謝するぜ、カカシ先生。